本日ご紹介させていただきますのは、セイントセイヤ、セイントクロスマイス、ゼータ製のアルコールのバドをご紹介させていただきたいと思います。前回ご紹介させていただいたのは、ゼータ製、ネザールのシド。で、今回はこちらの、ゼータ製アルコールのバドの方をご紹介させていただきたいと思います。この二つのパッケージって自分はすごく気に入っています。それでは、ご紹介して いきたいと思います。こちらが、セイントクロスマイスの、ゼータ製アルコールのバドになります。このシルバーの感じがものすごくかっこいいですね。アスガルド編でこのサーベルタイガーが2匹出てくるっていうので自分はすごくテンションが上がりました。やっぱり猫型犬型っていうのは自分がすごく好きなモチーフなので、狼であったりとかライオンであったりとか虎であったりとか、ものすごく自分、ヒョウであったりとかすごく好きなので、このクロスの色使いっていうのもものすごく自分は好きですね。それではパッケージ見ていこうと思います。こちらがフロントになっています。レフト。これがバックです。バックがね、すっごいかっこいいんですよね、これ。で、剣がモチーフになっているんですよね。すごいかっこいいです。で、マスクつけてるやつと、顎の部分に装着しているもの。で、ノーフェイス、ノーマスクですね。こんな感じになっていますね。これかっこいいですよね。そしてこちらがライトになっています。で、フロントですね。ものすごくかっこいいですよね。自分はシドと一緒で、これはオブジェ形態で飾っています。こんな感じでオブジェですね。このシルバーがむちゃくちゃかっこいいですね。で、やっぱりだんだん関節の方が緩くなってきて足とかが本当にダランとなってきますね。ちゃんとしっかり足がつかないようになっています。こんな感じですね。自分もこのオブジェ形態でずっと飾ってます。このオブジェ結構かっこいいですよね。本当に。これがフロントになっていますね。すいません。中身見せるの忘れてました。パーツですね。メダルと手首の交換パーツ。そして、バドの方のヒューマン型のフィギュアが入っています。で、こちらが剣の方ですね。剣も入ってますね。こんな感じです。中身の方は。もう一度、オブジェの方を見ていきたいと思います。すごいかっこいいですね。この感じ。レフトですね。バック。ライト。このライトのね、手がもうほんとゆるゆるなんですよね。でもこの EX が出ることをすごく望んでますね。オブジェ形態はこんな感じです。自分はこっちの方はもうオブジェで飾ることになっているので、ヒューマンモードにはしません。で、EX が出たとしたら、こちらの方も2個買って、オブジェ形態とクロスを装着した感じ、2つで飾ろうと思っています。本日ご紹介させていただいたのは、セイントセイヤ、セイントクロスマイス、ゼータ製アルコールのバドをご紹介させていただきました。この動画が気に入っていただけたら、また高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。